おい。なあ？大丈夫か？ちょっと何するんですか？え？ほら誰だこの男。知らないわよこんな人。この野郎、俺が知らないうちに男作りやがったな。違うんだって、純ちゃん。あ、すまん、余計なことしちまったか。俺はてっきりこの女性と俺は何も。覚悟はできてるか？ちょっと純ちゃん、やめて、やめてよ。よせ、落ち着け。やめて。おい、そんなもん出してどないする気や。うわあ、うん、せい、とや、どうだ、うん、せい、参ったか。に、でででででで。おい、ちょっとお前。さあ、今のうちに逃げて。そうじゃねえ。っていうか、やめろ。いって、いでよ。こちらの女性も怖がっている。女性を連れて逃げなさい。私なら大丈夫。こういう輩はきっちりとお仕置きしないと。違うんだ、人の話を聞け。こら、何やってるんだ。あ、お前さん、ご苦労様です。実はチンピラがカップルを脅しておりまして。大丈夫？ねえ、大丈夫なの？どういうこと？まあ、カップルの痴話喧嘩ってやつだな。ああ、あの二人がカップルってことは、脅してたチンピラってのはお前か？は？いや、勘違いだ。俺も初っ端に勘違いしたが。署まで同行してもらうぞ。違うんだ。一緒に警察に行きましょう。は？私も勘違いをした。そしてあなたも勘違いをした。ここは男らしく言い訳せずお縄につくということで。何言ってんだ、お互い正当防衛だ。さっさと逃げねえと面倒になるぞ。逃げる？スポーツマンは決して逃げたりしない。何？つまりどういうことなんだ？あの男が女性から金をせびろうとして女性は嫌がっていた。血は喧嘩とは知らなかった。止めに入ったら男が俺に喧嘩を吹っかけてきたんだ。そうなのか？はい、すみません、お騒がせして。そして途中この顔のでかい男が急に入ってきてチンピラをやっつけちまった。そうです。なるほど。もういいか？すみませんでした。いや、もういいです。いや、それでは許されない。そうだ、私に同じ技をかけてください。いや、好きな技を好きなだけかけてもらって。さあ、遠慮なく、さあ。すまなかったな、あんたには迷惑かかっちまった。
いえ。それにしてもすごい技だったな。柔道をやってたのか。では篠原さん、最近は物騒ですからお気をつけて。篠原、なんで名前を。あんた有名なのか。現役はもう引退してまして、それでまあちょっとした観光に。でもこういう場所を歩くのは慣れていないんで、迷ってるうちにさっきの現場に出くわしまして、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。そうだったのか。迷惑かけたついでだ。俺でよければ案内するぜ。本当ですか。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。はい。またまた。え、よろしく。はい。またまた。何？ああ。よろしくお願いします。おい、申し訳ない。
何？ええ。本当ですか？ああ、うわあ、ああ、はい、ああ、ああ、よろしくお願いします。おい、いえ、yeah。